況とかそういうのも共有した上でですね、安心していただけるように、運営していってますので、もしよろしければ連絡いただければ、フィリピンにいらっしゃる方からご相談ですね。スペイン系っていうフィリピン人がいるんだけども、これは嘘なんでしょうかと。あと日系とスペイン系どっちが多いですかとかですね。あとハーフ、スペイン系のハーフとかクォーターと出会いますということなんですけども、スペイン系はですね、当然ヨーロッパのスペインの血が入ってますので、色が白いとかですね、もう顔の形で分かります。で、嘘言ってる人も結構多いです。まあ本当にスペインの血が全く入ってないっていう方が、むしろまあ300年ね、スペインに支配されたフィリピンなので少ないかもしれないんですけども、もう薄まってしまってスペイン系って呼べないぐらいの人がスペイン系だと。で、ハーフとかクォーターって言ってる人もいるぐらいで、嘘っていうのは結構あるんですよね。まあ顔形見れば分かります。まあ別にそれを全面的に否定する必要もないかなと思います。まあそうなんだぐらいにですね、ね、相手がプライドを持っているところに対して別に立てつく必要もないので、まあ、話のネタとして流せばいいのかな。